上がりで疲れ果てた体を床に投げ出して、今日あった最悪なニュース、ハッピーなニュース、思い浮かべてゆけばまた目が冴えて眠れない。まだ生きていくだけだよ、ダメなことなど何もないよ、今さらどうか教えてほしいんだ、苦しい時は苦しいって言ってくれていいんだよ、なかなか大変だよな、まったく。こっちだって毎日クタクタになってる。たまにはしょうもない話で盛り上がろう。言いたいこと言えるから、いつも最後は笑顔で別れられる。生きていくだけだよ、ためらうことなど何もないよ、今さら同じ道を行くわけじゃない、それぞれの前にそれぞれの道しかないんだ、 Baby味方がいないと叫んで、みんな生まれも育ちも違ってるし、見えたりくっつくのは好きじゃない、いざという時手を差し伸べられるかどうかなんだ、だからなんとかここまでやってこれたんだ、許さない。違っても一人きりじゃ